本日はお尻のトレーニング3種目行っていきます。仰向けの姿勢で両膝を立ててセットしていきましょう。足は腰幅にセットして、お尻を上げた時にお尻の穴を締めるように力を入れます。そうするとより筋肉に収縮を感じることができます。息を吐きながらお尻を上げて、呼吸が止まらないように注意していきましょう。あと10秒です。次の種目は少しレベルアップで片足でお尻上げを行っていきます。片足を持ち上げて、片足のみでお尻上げを行います。骨盤の向きが傾かないように、おへそは常に天井を向けてお尻を持ち上げていきましょう。足を交代して反対のお尻も鍛えていきましょう。息を吐きながらお尻を上げて、呼吸が止まらないように注意します。できるだけ高くお尻を上げていきます。次の種目は足の位置を少し遠い位置に置いて行っていきます。足の位置を少し遠くに置いたら、足をハの字にセットしていきます。お尻に力を入れながらお尻を高く上げていきましょう。太ももの裏と内側ハムといって、太もも裏の内側を狙っていきます。これも先ほどと同様に、できるだけ高くお尻を上げるように意識して行っていきましょう。あともう少しです。頑張っていきましょう。